三酸化二素、または三酸化素は、化学式や図に王算で表される素の酸化物である。人工的に生産されるが、天然においても、放棄素化、クロード石として、少量産出する。片棄素化は、自然比、景観石、流棄鉄鉱といった、棄素鉱物に付随して存在することが多い。天然の三酸化二素も猛毒であり、 上述の鉱物を取り扱う際には特に注意する必要がある。無味無臭。常温常圧では粉末状の白色個体。毒性が強く、かつて害虫やネズミの駆除などに使われた。水溶液は虫歯や白血病治療薬にも用いられる。良性酸化物であるが、水に溶かすと水和してアヒ酸酸となり弱酸性を示す。また、 単に酸酸化にヒ素のことはヒ酸と呼ぶこともある。中毒症状として、最初にオート、次に下痢、血圧低下、頭痛などが見られる。多量に摂取した場合、急性人不全で死に至ることもある。毒性についての詳細は、ヒ素の項目も、参照のこと。最も簡易な下毒法は、オートさせて毒物が吸収されるのを防ぐことである。毒性を利用して、殺剤。 殺虫剤、農薬などに利用されているが、安全性や環境面の問題から使用は減少傾向にある。工業的に金属ヒ素やヒ素化合物を生存する際の原料となっている。アヒ酸は毒性が強い一方で、古くから悪性腫瘍や皮膚病の漢方薬として使われてきた。また、有機ヒ素化合物であるサルバル酸は梅毒の治療に用いられた。 これはアヒ酸の持つ細胞毒性を利用したものであると考えられる。ヨーロッパでもヒポクラテスが皮膚病に使用したという記録があり、近現代においても抗がん剤などのレジメンが進歩するまでは、白血病の唯一の治療薬であった。最近では、レチノイン酸抵抗性の急性前骨髄急性、白血病の治療薬として、アヒ酸製剤が2004年10月に、 厚生労働省に承認された。岩見銀山は、当時の殺素材、いわゆるネズミ捕りの販売名であり、時代劇でもおなじみの毒薬として登場するが、その実態はアヒさんである。岩見銀山ネズミ捕りとも呼ばれる。江戸庶民に広く利用されていたため、毒殺の手段としても利用された。16世紀頃からヨーロッパでも毒殺に利用された。無味無臭で、 水溶性が高く、検出する手段がなかったため、ワインやビールに混入して飲ませることで、当時としては、完全犯罪に近い犯行を可能にした。フランスなどでは、遺産相続に絡む軽装でしばしば用いられたため、遺産相続毒などとも呼ばれた。ナポレオンモア被産による、ヒ素中毒で死亡したと言われている。宮崎県高千穂町にあったトロク鉱山では、 アヒさん製造によって公害が起き、多数の死者を出した。鉱山を経営していた会社は、裁判で責任を全く認めず、最終的には解金を払うことで、被害者と和解した。トロクヒソ公害を参照。プロジオパトナイ、ハンドブックオブインオーガニック・ケミカルズ、マグロウ200、2002 ISBN、ISBN0 から07から049439から8。ありがとうございます。